1792年7月3日、タンプル島に幽閉の身である残された王一家の部屋で、役人たちによって公開の法令が読み上げられました。残された王一家というのは、マリー・アントワネット、王の妹エリザベート、王女マリー・テレーズ、王子ルイ・シャルルのことです。そこで読み上げられた公開の法令というのは、王子ルイ・シャルルを党で一番安全な居室に移すという内容で、つまりその目的は、王子ルイ・シャルルを母親から離して貴族的なものを忘れさせ、良き市民となるための再教育を行うため、それからマリー・アントワネットに不利な証言をするよう準備教育するためでした。8歳の男の子はそれを聞くなり大きな叫び声を上げて、母マリー・アントワネットの腕に身を投げ、役人らに、お母様から引き離さないでと頼みました。マリー・アントワネットの方もこの残酷な命令に愕然とし、息子を渡すまいと必死の抵抗を示しました。けれども結局、異常な役人たちにその思いが伝わることもなく、抵抗は無意味なものとなり、親子は引き離されてしまいました。王子ルイ・シャルルはかつて父親のルイ16世が使っていた部屋に一人移されることになり、この日を境に彼の消息はほとんど謎に包まれることとなります。幼いルイ・シャルルは後見人兼教育係として命令を受けた無学の靴やシモン夫妻に預けられることになりました。その後、幼いルイ・シャルルがどんな生活を送ったのかは、後に姉のマリー・テレーズが執筆した回想録によって私たちは伺い知ることができます。詳しくお知りになりたい方は、このシリーズの第1話でお話ししていますので、そちらをご覧ください。それから数週間後、母親のマリー・アントワネットの方もこのタンプル島から出され、コンシェルジュリー監獄へと移され、革命裁判所に出頭させられることとなりました。王妃の押し込められた独房は狭くて、ジメジメしていて悪臭に満ちていました。狭い部屋の中にはベッドが3つ置いてあり、1つは王妃のベッド、その横のベッドは王妃の世話係の女性のためのベッド、さらにもう1つは2人の憲兵のためのベッドでした。憲兵たちというのは、どんな時も部屋から出ていかなかったため、王妃は最低限のプライバシーさえ守ることができませんでした。たとえ用を足す時でさえも、王妃は彼らに見張られていたのです。そんな最悪の境遇の中の王妃を、なんとか救出しようと考える一人の男がいました。その男は、ルージュビルの騎士と名乗るアレクサンドル・ゴンスという男で、パリで王妃の救出計画を腐心していました。このルージュビルの騎士は、実は少々妄想狂のところがあり、ずっと以前から本気でマリー・アントワネットに恋をしており、彼女の行くところへはどこへでも追いかけて行っていました。チュイリリー宮殿で王妃が民衆に襲われた時も、タンプル島に幽閉されていた時も、彼は勇敢な行為を見せました。というのも、彼は勇敢な行為によって自分の愛を王妃に理解させることを夢見ていたのです。ルージュビルの騎士は数人の仲間と大胆な計画を目論んでいました。その計画というのは、ある女性をコンシェルジュリーに潜入させて、その女性を王妃に変装させ、代わりに王妃を洗濯女に仕立てて脱出させようという計画でした。1792年9月のある日、ルージュビルの騎士はコンシェルジュリーに潜入し、手紙が隠してある赤いカーネーションを王妃の独房のストーブのそばに落としました。
彼が退出した後、王妃はその手紙を読んで、そしてすぐに破棄しました。翌日王妃は紙に針で穴を開けて、私はいつも監視されています、話すことも書くこともできませんという文章の紙切れを作りました。そしてその紙切れを、これを老番の妻に渡してくれませんかと憲兵に頼みました。しかし憲兵は油断することなかったため、王妃から差し出された紙切れを厳しくチェックしたのです。そして憲兵はついに針の穴の文字を発見し、文章を読み取ってしまいました。当然のことながら憲兵は上司にこれを報告したので、この紙切れは議会の方へと回され、議会の人間の気を逆なでしてしまうこととなりました。この一件は王妃に皮肉な結果をもたらしました。王妃はコンシェルジュリーの別の部屋、さらに暗くて不健康な独房へと移されることとなってしまった上、新聞は王妃を責め立て、国民感情を煽りました。死刑執行人はメスオオカミの首を転がすべきである、オーストリアのメスドラを処刑しなければならぬ、彼女は彼女が流させたすべての血の償いにパテ用の肉のように切り刻まれるべきである。またこのカーネーション事件は後に始まる王妃の裁判においても審理され、王妃は尋問を受けました。このようにあまりにも恋に盲目だった男の手落ちのために、マリー・アントワネットはさらに不遇な境遇に追い込まれてしまったのでした。しかしこの残念極まりないルーズベルの騎士は、後世において大作家アレクサンドル・デュマによってメゾン・ルージュの騎士という小説で華麗な姿で描かれることになります。このささやき女官の館のチャンネルでは、メゾン・ルージュの騎士を元にして作った動画もアップしておりますので、ぜひ今日のお話と比較しながらご覧ください。メゾン・ルージュの騎士の動画のリンクは説明欄に貼ってあります。ちなみにその後、ルージュビルの騎士ことアレクサンドル・ゴンスは、マリー・アントワネットの亡き後も革命政府に対して陰謀を企て、1797年に逮捕されます。ですが恐怖政治の中で断頭台送りになることはなく、帝政時代にはランスで監視下に置かれるも生き延び、1814年にロシアの士官と通謀した角でパリで軽死しました。享年54歳でした。本日は最後までご視聴いただきありがとうございました。今日のお話を気に入っていただけたら、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。またチャンネル登録の横のベルマークの通知設定を押していただきますと、新しい動画がアップされた時すぐに通知が届くのでおすすめです。それではまたぜひささやき女官の館へお越しくださいませ。次回の動画でお会いしましょう。